産地ならではのクリスマスイベントです。見たことのない高さになっていましたが、磐田市では多くの人が地元の漁港で獲れたシラスのかけ放題に挑戦しました。海から獲れた粋なクリスマスプレゼントです。丼の上はシラスで埋め尽くされています。もうちょっといけるんじゃないですかね。もうちょっといけるかもな。大丈夫ですよ。すげえな。ちょっとね、お行儀悪い無理だよね。磐田市の福出漁港の横にある食堂では、今日釜揚げシラスおよそ20キロを用意しました。1000円で参加できるシラスのかけ放題は、丼に乗ってさえいればどれだけ盛ってもよく、訪れた人たちは慎重かつ大胆に限界に挑戦しました。1000円でいいんですね。はい、禁漁期間前の最後の大放出とあって、大人も子どもも高さ20センチにもなるシラス丼を完成させていました。楽しかったですか？おしゃれでない。嬉しいです。こんなたくさんのシラス丼なんて食べたことないですからね。食べきれないものはパックなどに詰めて持って帰ることができ、訪れた人は思いがけないクリスマスプレゼントに大満足の様子でした。